後半戦は琉球ガーデンライオンズのキックオフで再開する形になります。キックオフしますのは7番の藤原です。さあ三重ターンに入ります。さあ果敢に中央突破を図りまして80番自陣40ヤード付近を追いまして、ここからの三重ファイヤーバードの後半最初の攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣41ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番プレッシャーを受けながらワイドレシーバー80番にパスを投じましたが、このパスは結果的に不成功に終わっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを続けまして試合再開となります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。さあ中央のランプレーを選択しました。何枠35番密集点突破図らんというところ、しかしタイミングずれましたかノーゲインとなっております。サードダウンに変わります。さあ声援ある中琉球ディフェンスも気概上がっております。三重これを突破できるでしょうか。三重自陣40ヤードからのサードダウン10。パス不成功の判定となっております。ここでクォーターバック9番中央走り込んだ80番にパスを投じましたが、ディフェンスこのギリギリのところ叩き出しましてパス不成功に変えております。フォースダウンに変わります。三重ファイヤーワードフォースダウン10。パントフォーメーションを取ります。パンターは73番の清水が務めます。富山大学出身です。さあリターンに入る。このパント絶妙のバウンドを取りまして、琉球ガーディアンライオンズ10ヤード付近まで転がり、かなりいい位置を確保できるかと思いましたが、ここで琉球リターンに入りまして琉球自陣37ヤード付近まで返し、ここから琉球の攻撃に変わります。パントはいわゆる攻撃放棄となるプレーですが、そのキックの成否によっては大きくその陣地の優劣が変わります。陣地そのものは得点には関係ないですが、これによる得点及び失点の率が大きく変わります。この点においてのワンプレーが非常に大きくされるパントシーンもぜひご注目ください。さあ琉球の攻撃自陣37ヤードからのファーストダウン10。さあここでパワープレーがいきました。ランニング枠にハンドオフし中央突破図らんというところ、ランニング枠40番オフンサインともども一気に津波のように押し寄せまして約7ヤードから8ヤードのゲインを獲得しております。タフなランを決めましたのは琉球ガーデンライオンズランニング枠40番の比嘉、そしてオフェンスライン陣おそらくは55番、
カレカル56番のテルヤなどが奮闘したと思われます。琉球セカンドダウン3、今度は三重が見せました。再び中央へのランプへを展開しようとしたところ、今度は三重のディフェンス51番と56番殺到しまして、このランを阻止してサードダウンに変えます。鮮やかに対応しましたのは三重ファイヤーバード51番と56番でしょうか、こちらの方素晴らしい奮闘を見せていただきました。51番は加田です。阪南大学出身のプレイヤーです。琉球サーダン3、そこにさらに中央トップ放った、パワープレーにより攻撃権更新をしかし成功いたしました。琉球ファースター、琉球ここはあえてパワーにこだわりました。中央突破をランニングバックに託しまして、見事それを成功させ攻撃権更新になっております。琉球ファースター、さあ攻撃権更新になって、琉球ガーデンライオンズ自陣47ヤードからのファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。ここでパスプレーです。クォーターバック7番ランをフェイクしたプレーアクションから中央を切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを通しまして攻撃権更新です。琉球ファーストダウン。鮮やかなパスを投じたのはクォーターバック7番の藤原、それを取りましたのは3番の池口でした。ここでウォーターブレイクに入ります。非常に鮮やかな攻撃を琉球展開しております。着実な力強いラン、そしてその合間にパスを挟みまして相手陣に入り込んだところで現在ウォーターブレイクに入っております。この配信は X2 ウエスト、X3 西日本、すべてのチームの合同企画によって実現しております。多くの方々の、多くの企業様、多くの個人様のご寄付ありまして、この企画成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この企画の内容が、この配信の説明概要欄に、ショッピングカートの URL として記載されております。こちらご覧いただきご同意可能な企画ございましたら、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開、琉球、相手陣39ヤードからのファーストダウン10、QB サーククォーターバック7番、ここで、ロングパスを投じようと下がりましたところ、しかしディフェンス陣が佐藤、なんとか逃げ惑いパスを投じようとしましたが、その構え作る間もなく、59番仕留めまして QB サーク、大きなロスに変えました。見事 QB サークいたしましたが、三重ファイヤーバード、59番失礼いたしました、65番でしょうか、番号の方を再度確認させていただきますが、56番の山原でした。素晴らしいプレーを披露しました。南山大学出身のプレイヤーです。さあセカンドダウン、ロングの状況、パス不成功、ここでパスを投じましたところ、しかし三重18番あわやインターセプト戦という素晴らしいディフェンスを披露しまして、このパスを叩き落とし、パス不成功となっております。琉球ダウン変わりましてサードダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズサードダウン25、
厳しい状況ですが、さあ突破を図るワンプレー出るでしょうか。ここでクォーターバック7番プレッシャーをかわしつつ、なんとか相手のプレッシャーを振りほどかんとしましたが、ここで芝に足を滑らせましてスリップ、倒れた地点でプレー終了となりました。結果的に大きくロスしましてフォースダウンに変わります。琉球ガーダーライオンズフォースダウン40、パントフォーメーションを取ります。さあ三重リターンに入ります。この結果三重は自陣46ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変わります。攻守変わりまして三重ファイヤーバードに攻撃権移ります。チャット欄メッセージありがとうございます。あやエドワーズ様、かわいい声援が観客席から聞こえるというメッセージ、そうですね、私も先ほどから非常に微笑ましく心強くこの声を聞いております。こういった一つ一つの声が集まりまして、やがて琉球が愛されるチームになっていく、そのような兆しを感じる光景を今聞かせていただいております。さあしかし攻撃権は三重に変わりました。三重この状況を打開できる攻撃シリーズ、ここで展開できるでしょうか。ボールオン自陣46ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあまずトスしましてランニングバックに託しました。左に展開させんとしたところを高手に切り上がり、攻撃突破を図らんと35番密集点に突入しましたが、しかしこれは琉球許しません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。キャリアは35番の吉田でした。首都高校出身のルーキーです。ルーキーと申しましたがエイジ45カムバックプレイヤーと称させていただきましょう。高校時代のアメリカンフットボール経験者であ るでしょうか。名門校知徳高校の出身でもあります。その意味では再びこのアメリカンフットボールに戻ってくれたことを非常に私自身は嬉しく思います。さあ再び三重はその35番でしょうか、託しまして中央突破を図りました。オフェンスラインも苦しみながら、しかしその走路を確保し、なんとか前進を図っております。互いの思いがぶつかる激しい闘争を繰り返しているこの一戦ですが、さあ三重はこれを生かし得点を上げることができるか。そして琉球は遠方から前を、届きまして、そのここの現地大阪であります声援に応えられることができるでしょうか。三重ファイヤーバードサーダンナイン、さあここでクォーターバックスクランブル、判定どうでしょうか。ターゲットカバーされ厳しい状況、しかしむしろ空いたスペースにと飛び込みました。スクランブル実りましたでしょうか。実りました。攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター、素晴らしい判断でこの攻撃を継続するに至りましたのはクォーターバック9番の日光です。北海道工業大学出身、こちらも北海道学生リーグで研鑽しましたプレイヤー、ここで活躍しております。エイジ39。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして、琉球ガーダンライオンズ21点、三重ファイヤーバード0点。攻守の方向を変えまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。